ふうえー、っと、公園で運動してきて、あんまり汗かいてないなって感じですね。あんまり汗かいて、入ってる今入るけらね。まあ、余裕余裕って感じですね。えー、やっていく感じですね、えー。疲れた。しかし疲れたね。まあ、大変ですね。あの、お今政治ね、右だ左だとか。 自分がどこにいるのかっていうことはすごくつくづく分かっとかなきゃいかんし、もう分かっていかないと発狂しちゃうっていうところが、もう発狂してんだよね。発狂しながらも自分のことをやるっていう、ま、感じだもんね。って感じですね。俺も発狂してるんですよね。もうはっきり言って。発狂しながら自分のやることやってる。でみんなそういう感じですね。発狂すん、もう発狂寸前とか発狂してんだよ、みんなね。怖いよね。世の中発狂しちゃってるから。いい案外ででも発狂が続きゃいいよね。楽しいからね。 と思ってるし。<laughs> うーん、ですね。と髪型どうかな。一回もう運動してきたんだよね。ちょっと公園で。気持ちよかったし、ずーっと運動できればいいかなっていう感じが、まあするね。えー、本当に、すごく、うん、木に対して張り手したいとか、すごく気持ちいいですね。やってんだけどね。で、まあ、俺もずっとこう、右手左手振り回されてきて、 バカみたいですよ。俺を叩かれるんだけど、お前なんだ叩かれるんだけど、頭がおかしいから、右とか左とかね、もう、あの、連中も、っていうので、中間管理職の悲哀ってやつが、出てくるからね、俺ね。なんか、誰かどここう、あの、持たないんですよね。イデオロギー持たないですよ。持ってないですよね。全然、イデオロギー持ってないですよね。うん。そこだけで考えたらもうその、もう、ちょっとベルトコンベア、 になっちゃうからね。やっぱ、システムに乗っけられた時に、やっぱり、ね、あのー、まあ、そのまま置いておいて、そういうことはまあ置いておいて、中間管理職に必要なことっていうのはすごく考えたんだからね。右とか左とかものすごく振り回されたね、ほら。2011年からずっと振り回され続けたけど、まあ、まあ、大体だからわかるんだよ。で、まあ、あいつのことは嫌いだけど、こういうとこは仕事はしてるよなって理解がいるという感じが、やっぱ、 大事やなーって、中間管理職、中間に、まあ、自分のね、ポジショニングを理解して、中間管理職的に考える時に、あいつのこと話もしたくない、嫌いだけど、アンチだけど、無関心だけど、こういうとこはあいつ仕事してるよね、という自分なりの理解をしてた時に距離感がわかるじゃん。そいつその人たちと距離感がわかるし、俺ここにいるよっていう、自分ここにいるよってわかるじゃん。で、まあ、 あの、はっきり言ってその、思想とかで流されていくとやっぱきついので、まあ流れってのは大体自分、世の中の流れって自分で把握するもんだし、把握して、やっぱ自分の軸って、自分軸ってどこかってここ、ここだなっていう、してやっていくわけじゃない。あれでこいつは、この人話数字ないけど、まあここら辺は仕事するから利用価値はあるなみたいな感じとか。 でいいじゃない別に。だって話し通じないんだもん。っていうこところまで。だって話そうとしても話し通じないんだもん、この人ってなった時に。うーん、なんかこう、つ戦えちゃうけど、わからず嫌なんですよね。ねあなたがわからず嫌なんですよ、と思うんだけど。いう話し通じない人は話し通じないからね。びっくりしちゃうけど。で、まあ、気の合うやつと詰めばいいんだけど、いェ詰めばいいんだけど、 でも、合わない人、職場でね、合わない人とかの場合は、やっぱりもうアンチでいいんです。好き嫌いあるから、いいんですね。好きだ嫌いだってなってもいいわけですね。その時に、やっぱりね、この距離感だなってできるじゃん。無関心、嫌い、アンチだけど、まあ、こいつはこれぐらいの仕事は、この人はこのこの仕事をしてるんだなっていう感じの感覚がないと、とてもじゃないと中間管理職的な立場な人間はできないという感じがすごく、 しましたね。くっそはもう、なんかわがままだし、右とか左とか、あの人たちは頭が悪いな。なんかこう、そういう、自分が能力があると言ってたわけなんですよ。書いた通りだし。ブログに潔く全部書いた通りなんですよね。うん全部書いた通りのもう、もうそのううものを人間でやってますからね。俺はね。やっていくんだろうし、やっていくなら、まあそういう感じですね。でも,も、すごく、中間管理職、 だとそういう感覚が大事かなっていうことを思いましたね。で自分軸で自分の生活をしていけばいいよ、結局。で、そういう中で、もう自分にオンデマンドして自分の生活をやればいいっていう感じ。だから、ねえ、昨日人とだけ綴っててゃいいんです。もうはっきり言って。マジで。っていうのもありますね。仲良くしたいなはね。ありますね。それでも分かり合いたい時には、まあ分かり合えばいいんですよ、まだね。感じがしますね。 手て感じですね、またね。そういう感じですね、また。